九条金金、九条金金は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての九行。藤原北家、関白、藤原忠道の六尾。官位は、十一位、摂政、関白、大城大臣。月林殿、五星寺殿とも呼ばれる。通称は、五星寺関白。五石家の一つ、九条家の祖であり、かつ祖の九条家から枝分かれした一条家と二条家の、 そでもある。豪石家のうちこの三夜を九条流という。摂政、関白、藤原忠道の六つ母は、家女房で、ふとし太后宮大臣、藤原中光の娘、加が、同母兄弟四人の中の長子である。同母帝には、大乗大臣となった金房、天大雑となった次園などが、またい兄には、この絵座根松戸の元房が、異母帝には、 幸福寺別等となった新園らがいる。金金が40年間書き綴った日記、玉葉は、当時の状況を知る上での一級資料となっている。旧安五年、1149年、摂政、藤原高道の六夫として生まれる。母の身分は低かったが、いぼ姉である、高家門院の勇士となり、平安期方言元年正月4日、上、方言三年。 1158年には兄、元ザネの勇士の資格で元服、聖五位下に除せられ、左子の絵建中将に任ぜられる。英略元年、1160年には、十三位となり、苦行に列した。方言の乱で勢力を後退させた、石管家は、古実戦礼の集積による、儀礼政治の遂行に特化することで生き残りを図ろうとしていた。高家門院の庇護を受けて、 金金も、学問の研鑽を積み、夕食後日に通業した苦行として、異母兄の元金、元房に次ぐ昇進を遂げる。長官二年、1164年十6歳で、内大臣、仁南元年、1166年十8歳で、右大臣に進んだ。金金は若年ながら、くじ、作法について高い見識を有し、特に左大臣、大井の三角教習の作法については、 異例が多いと厳しく批判している。しかし、金金の感触はこの時から20年間動くことはなく、長らく右大臣に止まった。これは、欠員が出ず昇進が頭打ちになったこともあるが、初老、病能を訴えて朝廷への出資が滞りがちだった、この要因の一つとして考えられる。自称3年、1179年11月、平野清盛はクーデターを起こし、 後白河法王を幽閉、関白、松戸の元房を追放するが、自称三年の政変、これは金根に思わぬ行行をもたらした。新たに関白となった、この江元道はくじに未練であったため、兵士は金根に、その補佐役としての役割を期待して、金根の着難、両通を、県中納言、右大将とする優遇策に出た。 金金は兵士から恩子を与えられることを、生涯の知辱と憤慨しながらも、民間自体は救助への価格上昇につながるため、受諾した。公やごとの遂行について、助言を求める気痛に対しても、古伝、元真の信恩を思うとしてその手ほどきをしている。自称四年、千百八十年の持ち人王の挙兵を機に、全国各地は動乱状態となり、自称五年、 1181年には清盛が死去して、後白河院が陰性を再開するなど情勢は、目まぐるしく変転するが、金金は特定の勢力に属さず内乱期を通して、傍観者的態度を取った。この時期の金金は、右大臣の養殖にありながら、朝廷にほとんど出資せず、後白河院からの諮問には明確な返答を避け、摂政の気痛に対してもわずらわしさから覚じ。 作法を教示することはなくなっている。金金は内心の不満や批判は日記の中だけに止め、それを公言したり、ご白河院や兵士に正面切って退治するようなことは決してしなかったが、貴族社会崩壊の危機に直面して苦慮している。ご白河院にとっては真を置きにくい存在であり、両者の関係は敵対とはいかないまでも徐々に冷却化していった。翌日小4年。 1180年、金金は、熊野に向かう自らの御地蔵、佐都市線に自ら所詮した、半野心業と、北家ケ業を託し、現状の混乱した政治を憂い、自らが、権力の中枢に立った赤月には、生を、厚しそに背む返す、玉葉自称4年3月20日上、すなわち、政治の刷新を図って、昔のような安定した社会を回復させる決意を、示した。 金金は、決してもあった、清原よりなりに、上岸西洋の加点を求めるなど、中国の政治書の学習に没頭する。ところが、その最中の同年の暮れには、平重平による、なんと焼き打ちによって、東大寺、幸福寺が炎上し、金金は悲嘆することになる、玉葉自称四年十二月二十八日上。幸福寺が、藤原氏の宇治寺であったという側面もあるものの、 同年5月27日の長儀において、無本の証拠がないことを理由に、幸福寺への攻撃に反対、愚干渉を巻き、第五死、その後の再建に対する、後白河法王からの諮問でも、再建の重要性を訴える一方で、戦乱や飢饉が解決しない中での造営は民を、苦しめるだけである。玉葉寺正5年7月1 3 1号日常とも、時、神仏への寄ととか、 イコール特性の両立と調和を訴えた。この祈祷と特性の両立と調和によって、性を厚しそに反すという金根の信念は、以後一貫されることになる。政治の中枢から一定の距離を置く金根が、頼みとしたのは、イボ姉の高カモニーンだった。高カモニーンは、金根の幼少の頃から、親密な関係にあり、邸宅も接していた。要は元年。 1181年12月に、高家門院が崩御すると、金座根は日記に繰り返し哀滅の情を綴っている。高家門院の所領の大部分は、金座根の着手、両通に譲られており、九条家の主要な経済基盤となった。唯一といって良い寄り所を失った金座根は、莫大な財力を持つ八条院への接近を図り、八条院無双の、長身である三位局、公開。 森明の女を室として、涼介を生ませ、実施のいない八条院への養子の送り込みに成功している。ただし、三位局は、無本人である、持ち人王の室であった女性で、金金にとっては、政治的交渉相手の一人に過ぎず、金金にとって彼女が、自分の子を見ごもったのは、全くの想定外の出来事であったために生まれた子の、扱いに困っていたところ、 持ち人を失っていた八条院の遺行で、彼女に引き取られたとする見方もる。文治元年、1185年10月、後白河法皇は、源義経の要請により、源頼朝追悼の院前を下すが、翌月の義経没落で、苦しい状況に追い込まれた。頼朝は、院の独裁を成長するために、院近心の改官、偽装苦行による調整の運営、 金金への内乱宣言を柱とする平等改革要求を突きつける。頼朝が金金を推薦した背景には金金が古実に通じた教養人だったこともあるが、兵士と親密だった、この絵や木曽義仲と結んだ松戸の家による政権を好まなかったという事情もあった。最も内乱推薦は金金にとって全くの寝耳に見づらったようで、夢のごとし、幻のごとし、 玉葉12月27日上と驚愕し、関東と密通しているという権威をかけられるのではないかと怯えていい。頼朝の要求に対して、後白河委員が、この江本道養護の姿勢を取ったため、一時は、摂政内乱が並立するなど、右与曲折があったが、文治2年、1186年3月12日、金金はようやく摂政視聴者を宣言された。 失政の座についた金金は、それまでの患いが、嘘のように政務に邁進する。文治三年、1187年には、方言以来廃絶していた、記録書を、官員代理内に設置した、極用二月二十八日上。続いて、五白河院の名で初心に対する意見封じを求める、御教書が出されるが、これは、金金の提言によるもので、最終的な文面の遂行したのも、 金ザであった、玉葉文治3年3月4日上。金ザの心情は、保守的で、古実宣例に基づき公事を過失なく遂行することを重視したが、その反面、性を厚しそに反すという理念の実現のために必要な改革や特性の推進については、積極的であった。研究2年、1193年に出された研究申請には、 金根の現実的な側面と政治理念が反映されているという見方もある。こうした姿勢によって、貴族社会に一定の秩序と安定をもたらした。文治四年、1188年正月27日、金根は一門、苦行、天上人を引き連れて、春日社に参詣し、宇治神に感謝の祈りを捧げている。ところが、それから1月も経たない2月20日未明、 着手で内大臣の両通が22歳で死去した。両通りは前夜に金金と雑談しており勢に急性だった。将来を職望していた着手の死に金金は打ちのめされるが、もが開けるとか悲しみを振り払うかのように自らの女子の受大実現に向けて活動を開始する。文治5年1189年11月15日、女子は13名に除され、秀での名が定められた。 文治六年、千百九十年正月三日、言葉天皇の元服において金金は、加官役を務め、秀子は十一日に、十大、十六日に女王となり、四月二十六日には、中宮野に作立された。一方で、この頃から金金にとって、気にかかる事態も生じていた。文治五年、千百八十九年十月十六日、後白河院が、県中納言。 土見門道道下の小賀の邸に入り手術の沈没を、献上された。金金は日記に、人もって、かとなさず、男子べし男子べしと記して、道下の動きに警戒感を募らせるが、道下はさらに、後白河院の末の王女、金主内親王が内親王宣言を受けると、直別党となり、聖母である単語局との結びつきを強めた。12月14日、 金根の大乗大臣就任を祝う大表では、道下と吉田爪夫が座がないことを理由に退出するなど、次第に金根に反発する勢力が形成されていった。文治五年1189年に欧州藤原氏を倒滅して、高庫の憂いがなくなった頼朝は、研究元年1190年11月7日に上落した。9日、金金は、 官員代理の鬼下に,において頼朝と初めて対面する。頼朝が金金に語った内容は以下の通りである。上落中に金金と頼朝が何度あったかは定かでないが、極用による限り両者の対面はこの一度きりであった。そして皮肉にも翌年から反権美派の動きはむしろ活発となり、金金は窮地に追い込まれることになる。研究二年。 1191年4月1日、頼朝の副心中原博元が、土見門ど家の推挙により、官令を破って、病房博士、左衛門の大義に任じられた。4月5日には、頼朝の女子、王姫が10月に受代するのではないかという風文が、金金の耳に入っている。6月26日、金子内親王が、陰号宣言を受けて、千賀明門院となった。 道下は、千明門院の出事別当となり、院子には、秘則や、自派の提心を投与して、大きな政治的足場を築くことになる。金金は、元来、千明門院の聖母、単語曲に良い感情を持っていなかったが、院号帝には、書老不快ながら、追従の心切なるによって参入している。7月17日、 金ザネの家しが法王を図書しているという内容の落書きが単語曲から金ザネに示された。11月5日、一条功能、一条吉康の子、母は、某門姫と山品強成、単語曲の子のこの絵中条、少将への部任について、後白河法王から諮問されるが、金ザネの返答は、法王の激凛に触れた。これを聞いた金ザネは、無限の失声。 洪水の接録、白氷やブレントス、トラノを踏むべし、半死半死と自重している。グミ戦闘においては、疎遠無双、ほとんど無本の首に処せらる、玉葉研究三年月三日上とまで追い詰められていた、金金だったが、研究三年、1192年3月13日、ゴシラカワインが放御したことで、長年の重圧から解放された。 法王法御により金金は一転して平等に、君臨し、誰をはばかることもなく、調整を主導することになった。よりともに、誠意大将軍を宣言し、なんと復興事業を実施するなど、金金の政治生活では一番実り多い時期が、到来するが、それも長くは続かなかった。ご白河安尹御後に、新たな時点の君となった、言葉天皇や上級貴族は厳格な金金の姿勢に、 不満を抱き、一方で、陰近心への抑圧は、千明ら門院を中心に、半憲民派の結集をもたらし、門末重視で、古実洗礼に、厳格な姿勢は、中、下級貴族の反発を招いた。そして、頼朝も大姫時代のために、単語局に接近し、金根への支援を打ち切った。こうして、朝廷内で浮き上がった存在となった金根であったが、 自らの政治路線を譲ることなく、古実先例に関わるよりも自らの辞典の君としての立場の強化を図ろうとする後葉天皇との対立は深刻化していく。だが、中宮の秀子が御子を産まなかったことで帝心の大半から見切りをつけられ、元究7年、1196年11月、関白の地位を追われることになる。 失脚した金真は二度と正解に復帰することはなく、兼任元年、1201年12月10日には、長年連れ添った、室、藤原末行の女に先立たれ、兼任2年、1202年正月27日、浄土宗の法年を開始として、出家、延長と号した。金真は、将来を嘱望されていた、長男、両通が創生した心通から、 先週念仏の教えに救いを求め、法然に深く帰依するようになった。法然の著作、選択本願念仏集、選択集は、金金の求めに応じて、法然が表したものである。しかし、新蘭聖人五因年、新蘭聖人正明伝、新蘭聖人聖闘伝などによると、金金金は法然が唱える、悪人正気の教えに少々心が置けなかった。 そこで自分たちのような俗人や貝を破った僧までもが本当に念仏を唱えることで極楽浄土に王女をできるのか確かめようとした。法然の弟子の僧と自らの娘を結婚させてその僧を破壊像にしてみようと考えたのである。本当にそれでもその僧は浄土に王女をできるのかを確認しようとしたのである。そのような破壊像でも王女をできるのならば、 自分のような俗人でも王女をできるであろうと、その話を法然に持ちかけたところ、法然は、かつては、金真の弟である、天台宗の寺園の弟子でもあった、広志空、地の親鸞を指名し、あまり乗り気ではなかった、広志空を説得して、金真の娘の玉人結婚させ、金真を安堵させた。次男、吉経は、土見門道近子,子の兼任二年。 1202年12月に、摂政となるが、元給3年、1206年3月に38歳で、休止したため、金ザは、孫のうかを育てることにモてるすべてを傾けた。県営2年、1207年2月に起こった、先週年物の弾圧、上限の法難では、法年の配慮を止めることはできなかったが、配慮値を、治療の佐ぬきに変更して、庇護した。 その直後の4月5日、金ザネは59歳で隠れをした。京都保祥寺に葬られ、墓は東福寺にある。金ザは若い頃から和歌に関心が深く、自ら和歌を農したほか、藤原春勢、帝からの被護者でもあった。40年間書き綴った日記、玉葉は当時の状況を知る第一級の資料として有名。他の著作に、魚秘書、 摂政震災法、春樹目略書がある。日付イコール旧歴、など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。